粗品です。杉田です。うん、ラブやあいまーということで、めっちゃ空いてるな。そうですね、この後シモリチューブ撮ろうとしてたけど、ちょっと合間が空いたので、もうスケジュールを前倒しして、はい、撮ろうということで撮るよ、楽屋で。変なとこにカメラ置いてます。そうなんよ、寺西くんのスマホなんですけど、はい、この手洗うとこの上の、はい、なんかひまわりのちっちゃい花瓶のとこに置いてます。ワックスとか置くとこ一回な、いながらな、うん、まあ今日はせいやさん、はい、まあせっかくなんで楽屋でリアルに食べてるお弁当紹介、はい、弁当やの中でも今日はね、はい、まあ粗品さんも好きって言ってたと思うけど、ええ、トップレベルに好きな弁当来たんで、はいはいはい、紹介していいですか。来ました、こちらです。来た、トリキュー。トリキュー来たよ。めちゃくちゃうまいよな。めちゃくちゃうまい。これね、こっちにもあるんですけど、ほんまや。このね、紫とか黄色とかね、色に分かれてるんですよ。俺はね、鶏Q のこの紫が好きやねんけど。動画でもやったね、前。そうそうそう。まぁ、ちょっと今日は黄色、うん、いってみようかなと。鶏Q、鶏Q言うけど、みんな、あんま見たことない。そうそうそう、見たことないんですよ。じゃあ、やろう。ちょっと。よっしゃ。うわぁ、うまそう。ちょっと、見せようか。お願いします。うまそう。こちらでーす。映ってるかな？映ってるね。映ってる、いいね。トリキュー。邪魔そうや。いや、このね、これ何この、粉ついた唐揚げ。なあ、竜田揚げか？竜田揚げっていうのかな、これ。美味しいんですよ、これが。その粉なんなの、白い。めっちゃこれ、あんまないよな、関西とかでは。最初はね、違和感あったんですけど、うん、もうはまんねん、どんどん。米もうまいしね。うまい。で、この、俺が好きなのはね、このからしなんですよ。からしついてんねん。そう。このからしと、はい、この米と、この醤油で、うまい、うまい、一緒に行くの。めっちゃうまい。ちょっといつもの感じで食べてみます。お、いいね。なんか、ちょっとダイエットするみたいな。うん。ラジオとか。YouTube でも言ってたかな、なんか、うん、ちょっと鍛えるわみたいな言ってたけど。言ってた。やめます。ええのええのいや、はい。いや、なんか昨日松尾さんとロケしててさ、はい、チョコプラの、うん、なんかその話してん、ちょっと痩せようかなみたいな、うんうんうん、ちょっと最近節制してるんですよみたいな飯とか、うん、いや、せいやをそのキャラクターだから痩せたらみんな笑わなくなるよ。その筋肉つけて、おお、やっぱ脱いだ時にさ、うん、ちょっと筋肉あったらさ、うん、あれ、あ、このちょっとそっちに目いくというか、まあまあまあ筋肉、そうそう、出川さんとかにもその痩せんなよっていうこの名言があるらしい、昔から。なるほど。上島さんとか。なるほど。だからもう食べます。あれ、もうじゃあやめんねや、そのめっちゃ縛るんだよ、つるやつ。やめるわ。ほんまに？そうなんや。うん。結構楽しみにしてるけど、お前の体仕上がっていくの。ちょっと、なんか、良くないかもな。いろいろあんねや。お笑い的に。こんな感じで食べんのいつも俺。お前、こんな感じで食うの？めちゃくちゃ辛い米につけるやん。せやねん。罰ゲーム。これが好きやねん。いやいやいや、これ気持ちわかる人おるかな。汚いんちゃうか、こんな感じです。こうやって、米にとにかく紅生姜と、昆布と、からしと、で、醤油をもう、ここに垂らしてしまうんですよ。醤油も結構かけてたの、ね、そう、全部かけて、米で食う。そう。ほんで、セイヤ流なんかな、みんなやってないんや、これ。鶏につけるけどな、からし。あー、そっちもあるね。そっちの流派。米にからしつけるやつ。え、テラジオンつけへん。僕、鶏につけてました。おー、まあまあ、コメント欄で募集しようや。皆さん、米にからしつけますか？いや、つける人おると思うで。鶏にからしつけますか？色めっちゃええけどな。いや、なんか、ええやろ、中国の祭りみたいで。どういうことやん？すごい。めちゃくちゃ派手やから、中国の祭り。じゃあ、鶏を。で、こういう時にこう。ええ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 やります。ええうまっ！いや、うまっ。じゃあ、うまいよ、うまい。んで、こういくわけ。はい、
うん、まっ。いや、うまそうやな。このからしとご飯と紅生姜のこれがめっちゃ好きやね、俺。お前こういうの好きよな。うん、俺バラバラにせえへんもん、その固まってる紅生姜とか。ああ、今米にこう敷いてるやんか。うん、お前それ好きよな。広げるよな。好き。もうやらへん、それ。どう食べんのじゃ。残すかもな、その紅生姜とか。うわっかん。俺紅生姜メインやと思ってるからな。紅生姜俺あんま好きちゃうねん。ええー、言ってたな。言ってた、ジンジャーハイの唯一。うまっ。確かにうまいな。鳥熱いでしょこれ。熱い、これがもうメインのな。メインおかず。これうまいね。うまい。うまいな。うん、このさっき食うだけど。じゃあ次、シューマイ。シューマイも入ってんねん、これ。なぜか。これうまいねん。いきやねん。シューマイをこのご飯のからしにつけて。それだけなんだ。まあ、うまいのかな。うまー、シューマイ。そうか、からしってシューマイにつけるために入ってるのかな、鶏じゃなくて。どうなんやろな。いや、米でしょ。米。米にからし。かわへんけど。俺絶対この食い方してまわる。うまいね。うまっ。鶏っきゅうの麺とうまいよ。で、この。はいはいはい。梅干しね。梅干しある。これもうまいのよ。これうまいな。な。うおー、酸っぱい。カリカリや、カリカリ。この酸っぱいとこは普通の白いとこでいきます。なるほど。白いとこ残ってんの。ここで食べます。うまい。テンション上がりますね、鳥球は。だから、何年か前に出た。ミートボール。いや、ミートボールじゃないな。何っけ、これ。これなんや。肉団子。うん。ミートボール。肉団子やな。つくね感がある。おいしい。何年か前に僕らがね、ロケ弁ランキングみたいな。うん、出した時の1位かなんかでしょ、トリキュー。そうそうそう。やっとこの皆さんにね、食べてるとこお見せできましたけど。マジでうまい。ええなぁ。あー、じゃあこっからちょっとガチで食うんで。あ、どうした。いやぁ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。